えー、こんにちは。そっか塾の久保です。またね、麻生財務大臣の発言ですけども、もうチンぷんカンぷんというかね、結局は同活してインタビューを遮ることしか考えてないんですよね、これ記者の質問とかは。こういう人がいる限り、日本は絶対良くならないですよ。で、もうね、この動画をご覧になっている方で、お金に苦しんでいらっしゃる方とか、仕事がないよって困っていらっしゃる方とか、とにかくね、あの、自分の人生がもう本当に追い詰められているな、と思う方、 これね、ほとんどね、これ麻生財務大臣のせいですよ、本当に。いや、この人がいなければ、どれだけね、あの、日本人、豊かに暮らしているか、自由に暮らしているか、自分の人生を謳歌しているかってことを考えると、本当返す返す、残念でならないですね。こんな人ではなかったんですけどもね、うん、どこへ、本当に、あの、人間の心を置き去ってしまったのか、このね、 今回の飛躍するような発言と言いますかね。こんなこと聞いてねえじゃないかって話ですよ。そもそも、5人以上の会社がどうこうとか言って何癖つけてきたのは、もう政府のね、この麻生さんとか、その辺の人たちなんですよ。で、自分たちの方がバレて追及されたらこんな言い方してね、脅すわけですよね。で、パーと一方的に去っていくみたいな。ほんととんでもないやつですね。もうこれ、もうほんとこういう人がいるのは日本の不幸ですよ。もう、なんか、どっかの国から、 日本を潰すために、こう、回し物じゃないですかね、これはね。本当になんかこう、気分の悪くなることばかりで、この人がいて、なんかいいことありますかね麻生財務大臣が、いて、この、何ですかね、こう、政府にいてね、私たち日本人に恩恵があることって一個でもあるんですかね隅から隅まで麻生さんとか二階さんとかって、有害でしかないような気がするんですよ。で、せっかくの菅総理のね、 あの見識もこれでは活かせないんじゃないかななと思いますよねなんか気の毒なような気もしますしもしかしたら安倍総理も麻生財務大臣とかね二階幹事長とかにやられっぱなしで、えー、結局悪者っていうかねう叩かれる役だけは押し付けられたのかなと思っちゃいますよねん、まあ、なんまあとも言えない気持ちの悪い会見でした